佐敷岳は京都府京都市北区と右京区京北町の境界に位置する山。標高895.9メートルであり、京都市北区の最高峰である。関西百名山に選ばれており、京都北山の代表的な山の一つである。佐敷県岳、佐敷岳と表記されることもある。京都市街地東部を流れる鴨川の源流は、佐敷岳の山麓にあり、 佐治木ヶ岳は、鴨川流域の最高峰である。北麓からは、鴨川の源流の一つである祖父谷川が発し、南南東に流れる。西麓からは、清滝川の源流が発し、南南西に流れて、保津峡付近で、桂川に合流する。南東には、倉間山や、木船山などが、南には、半国鉱山などが、西には、飯森山や、天道山などがある。 北陸にある石仏峠は雲家畑から丹後地方に向かう歩道が通じていた。雲家畑からソフタニ峠を越える道は京の都と山国を結ぶ最短距離の道であり、昔から川魚や木炭などが宮中まで運ばれた。さらに古くは峠を通るのではなく、雲家畑の岩屋谷から佐敷木が畑山頂を通って井戸祖父国に下る。 おさじきと呼ばれる尾根道が使われた。岩屋橋にある、これたか神社、これたか神皇が、山上に功炉を構えて、戸を眺望したという伝説が、三名の由来であるとされ、山独の雲が破たい岩屋橋にはこれたか神社がある。山城明石巡行市では、山上にある池が、四月や広沢池などとともに、月の名称とされたが、現在は、池跡が定かではない。 この地域にはこれたか親王に関する伝承が多く、残っており、平家物語や歌舞伎などによれば、これたか親王はこれ人親王と行為を争って、桟敷がけで相撲を行ったとされている。これたか親王の逸話が、三名の由来であるとするのが定説だが、京都府の地名語源について詳しい沢清は、桟敷とは、桟敷で有明二十歳を表すのではないかとしている。 頂上付近には笹や部が生い茂っているが、宮古笹と呼ばれる、この付近の笹はこれたか新能が杖を逆さに立てたものが根付いたとする伝承がある。若笹と慶の塔をつなぐ峠道は古くから利用され、また明治時代には山域で陸軍陸地測量部の地理測量が行われていたが、初めて純粋な登山が行われたのは1918年とされている。 京都府立第一中学校の山岳部が京都北山登山の草分け的存在であり、この山岳部には今西近次などがいた。京都バスが京都市街地から雲ヶ畑地域の岩屋橋まで路線バスを運行していたが、不採算が理由で2012年3月31日に廃止となった。翌日の4月1日からは京都市街地と雲ヶ旗地域を結ぶ路線として、 雲が旗地地震公会が雲が旗バスもくもく号を運行している。これらのバスは主に京都府道六十一号京都京北線を通っている。国道百六十二号、国道四百七十七号、国道三百六十七号などが佐治木ヶ岳、倉間、雲毛畑、大原などを取り囲むように走っている。送電線鉄道と佐治木ヶ岳頂上最も一般的な道路は 岩屋橋から、薬師峠を経て山頂に至るルートである。岩屋橋にある、これたか神社から、雲が破岩屋川に沿って三十分ほど林道を歩き、岩屋不動から谷を離れて、登山道が始まる。雲家畑と大森を結ぶ薬師峠には大きなもみの木と六体地蔵があり、かつての峠茶屋と思われる、廃れた休憩小屋がある。南西に少し歩くと、岩屋山山頂に着き、 岩屋山の先には一坪ほどのお堂と680メートルの無名ピークがある。岩屋山は霊山として知られており、何本もの杉の巨木、巨石や奇石、洞窟、被爆などがある。薬師峠から北東の尾根道を登ると、すぐ左手に江戸時代の古びた墓地がある。電波反射板がある岩竹山のピークの脇を通り、 関西電力の送電線鉄塔に着く。この辺りの展望は良好で、上丹国境の尾根をはじめ、東は平山系。その手前には花聖峠に重なる山々を望むことができる。ここから少し下って暗部を越えると、佐敷岳の頂上に達する。頂上には二等三角点があり、小広場が設けられている。樹林のために、頂上からの展望は乏しく。 頂上からは、北東方面しか視界が効かない。山頂のやや南方には、トナガメの岩と呼ばれる岩や送電線鉄塔があり、この付近から、京都市街地比叡山、平山系などを遠望できる。この送電線は、日本海沿岸の鶴が原子力発電所から、朽木や花生などを通って、京阪新地域に達しており、かつては都への建造物が運ばれた桟敷が山麓を、 現在は50万ボルトの送電線で電気が運ばれている。道路には大森谷や祖父国林道を経るルートもあり、石仏峠、五本杉で有名な祖父谷峠などには古くからの伝承が残されている。この由来から金星は佐治木ヶ岳を三次木ヶ岳と呼んだという。法暦12年3月と読み取れる山城国。 丹波国の白丹国境をまたぐが、三角点は国境の南に設定されている。岩屋橋から祖父谷川沿いに伸びる林道を通るルート。林道から分岐して山頂までの細道は杉林を横切る急斜面である。落雷で一本が倒壊し、現在は四本の実が立っている。ありがとうございます。